日本共産党を代表して、所得税等改正案に関連して質問します。まず現下の経済情勢について、安倍総理の認識を伺います。総理は、総雇用者所得や名目賃金の増加などを挙げて、景気は回復していると自慢してこられました。しかし、どの世論調査を見ても、景気回復を実感しているは1割台に過ぎず、逆に実感していないは6、7割、圧倒的多数となっています。なぜ総理の認識と国民の実感との間に乖離があるのか、丁寧に説明をしてください。多くの国民が景気回復を実感できないのは、実際に暮らしが良くなっていないからです。総理がしきりに持ち出される総雇用者所得は、労働者1人当たりの賃金に雇用者数をかけた数値です。したがって、実質賃金が下がる下で、実質雇用者所得が増えたのは、低賃金の労働者が増えた結果にほかなりません。しかも衆議院の質疑で、我が党の志位委員長が指摘したように、安倍政権の6年間で増えた就業者384万人のうち、7割の266万人が65歳以上の高齢者です。内閣府の調査でも示されているように、その多くは年金だけでは生活できず、働かざるを得ない高齢者です。一方、企業も業績が伸びても、正社員の新規採用を抑え、低賃金で雇える定年退職者の再雇用を増やしてきました。総理は、高齢者にも仕事があるという状況を自分が作り出したかのように言われますが、実態は賃金を抑えたい企業と政府の年金切り下げ政策で働かざるを得なくなった高齢者とのマッチングによって雇用が増えただけのことです。こんなことは一国の総理が誇れるような話ではありません。今、総理に求められているのは、年金削減をストップし、安心できる年金制度を確立してほしいという働く高齢者の願いにまっすぐに応えることではありませんか。また、学生のアルバイト就労が74万人も増加しています。一昨日の予算委員会で、我が党の吉良よし子議員が指摘したように、学生の就労が増えているのも、学費が高い、親の収入が減り、仕送りが減少した、奨学金は将来の返済が不安で借りられないなどの生活苦が一番の理由です。つまり、アベノミクスで新たな雇用が増えたから、就業者数が増えたのではなく、アルバイトで働かざるを得ない学生が増えたから、就業者数が増えたのです。これも総理として誇れるような話ではありません。むしろ先進国で最低レベルの教育予算や貧弱な奨学金制度が学生たちを働かざるを得ない状況に追い込んでいる、その責任を自覚すべきです。限定的な無償化にとどまることなく、学費の大幅引き下げ、奨学金制度の抜本的改善に踏み出すべきではありませんか。総理の答弁を求めます。以上してきたように、この間の就業者数の増加は、経済政策の成果どころか、暮らしに冷たい安倍政治の結果です。野党の指摘にいちいち反論するのではなく、もっと謙虚に耳を傾けるべきです。昨日、内閣府が発表した景気動向指数も3ヶ月連続悪化しています。国民多数の暮らしが良くなっていないことを端的に示すのは、家計消費の落ち込みです。2014年の消費税増税後、2人以上世帯の実質家計消費は年換算で25万円も落ち込んでいます。消費が回復しないのは、国民の購買力が上向かないからです。購買力は名目ではなく、実質の賃金によって決まります。総理がいくら名目の数字を強調しても、一人一人の実質賃金が低迷したままでは消費は伸びません。したがって、実質賃金が低迷している現在の状況で、消費税増税を強行すれば、いくら小手先の増税対策を行っても、
消費を一気に落ち込ませ、2014年増税の過ちを繰り返すことになるのは明らかではありませんか。総理の認識を伺います。総理は今回の消費税増税の目的について、教育の無償化などの少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保するためだと説明されてきました。しかし本来、少子化対策も社会保障も消費税増税と引き換えにするような問題ではありません。このロジックでいけば、今後教育の無償化を一層拡大してほしいという声が上がれば、それならば消費税のさらなる増税を受け入れろ、そういう話になりかねません。それは事実上の消費税の目的税化ではありませんか。総理の答弁を求めます。そもそもなぜ社会保障の財源というと逆進性のある消費税しか思い浮かばないのでしょう。ヨーロッパ各国は付加価値税だけでなく、応納負担の原則のもと、法人税や所得税、社会保険料などを組み合わせて社会保障財源を賄っています。社会保障財源に占める付加価値税の比率は高くないのです。それは国として所得の再分配機能を重視しているからです。この間、アベノミクスの異次元の金融緩和による円安株高誘導によって、資本金10億円以上の大企業の純利益は12年度の 19.5 兆円から17年度の 44.9 兆円に 2.3 倍にも増加しました。金融資産1億円以上を保有する富裕層の資産も144兆円から215兆円に 1.5 倍に増えています。苦しい生活を強いられている庶民に増税するより、こういう儲かっている余裕のあるところに負担を求めるべきではありませんか。にもかかわらず、今回の税制改正では研究開発税制の拡充によってさらに大企業の負担を減らそうとしています。先月公表された財務省の資料によれば、2017年度分の研究開発税制による減税総額は6660億円、そのうち上位10社だけで1907億円、実に3割近くを占めています。減税額トップのトヨタは、1社で約800億円もの減税です。製造業だけでも数十万の会社がある中で、あまりにも特定の巨大企業に偏った減税です。研究開発税制の大半を占めるのが、総額型という仕組みです。総額型は、研究費の総額を基準に減税するため、研究費が減っても減税になります。研究費を増加させるインセンティブなど全くなく、ただの補助金と同じです。政府税制調査会も2014年に総額型は大胆に縮減すべきだと指摘しています。麻生大臣、なぜ440兆円を超える史上最高の内部留保を積み上げている大企業に巨額の補助金を出し続ける必要があるのですか。中小企業に対する支援は重要ですが、大企業向けの研究開発減税については、この際、抜本的な見直しを行うべきです。答弁を求めます。また、巨額の株取引をする富裕層ほど優遇されている証券税制については、昨年の与党の税制大綱でも、公平性の観点から見直しを検討するとしています。見直しの方向ははっきりしています。株式譲渡益については、20% でよしとせず、アメリカ、ヨーロッパ並みに税率を 30% に引き上げ、将来的には総合課税にすべきです。配当については直ちに総合課税にすべきです。他の所得と合算する総合課税にすれば、累進税率が適用され、格差が是正され、国の税収も増えます。麻生大臣の決断を求めます。これら大企業富裕層優遇の税制を見直すだけで、数兆円の財源が生まれます。景気を悪化させるだけの消費税の増税など、全く必要ありません。我が党は消費税増税中止の一点で
共同を広げ、増税阻止のために全力を尽くします。その決意を申し上げて質問を終わります。内閣総理大臣、安倍晋三君。大門未知議員にお答えをいたします。景気回復の実感についてお尋ねがありました。2000年代の景気回復はデフレ下での成長であり、名目 GDP の成長は期間全体で 2.5% にとどまったのに対し、今回の景気回復ではアベノミクスの3本の矢で取り組み、もはやデフレではないという状況を作り出す中で、名目 GDP は 10% 以上成長しました。また日印短観の地域別の景況感では、2000年代の回復期を通じてプラスであったのが関東地方と東海地方のみであったのに対し、今回の景気回復ではこの5年間にわたって北海道から九州、沖縄まで全国9地域、すべてプラスで推移しております。全国津々浦々に景気回復の暖かい風が届いています。さらに今回の景気回復では、特に国民生活にとって最も大切な雇用は大きく改善しており、2012年から2018年までの6年間で生産年齢人口が500万人減少する中にあっても、就業者数は380万人増加し、景気回復により仕事が増加したことにより、正社員の有効求人倍率は調査開始以来最高の水準となり、正規雇用者数も131万人増加、そして賃上げも連合の調査によれば5年連続で今世紀に入って最高水準の賃上げが実現、中小企業の賃上げは過去20年で最高となっております。またこの春高校大学を卒業される方々の12月時点の就職内定率は過去最高の水準であります。確実に経済の好循環が生まれています。実感については、さまざまな世論調査がある中で、平成30年の内閣府の調査によれば、現在の生活に満足と回答した者の割合は 74.7% と過去最高となっており、多くの方々に景気の回復を実感いただいています。また実感できないと感じる方もいらっしゃることも象徴しており、今後とも少子高齢化が進む中にあっても、我が国経済が力強く成長し、国民一人一人に景気回復の波が広がっていくよう、あらゆる政策を総動員してまいります。安心できる年金制度の確立についてお尋ねがありました。平成16年の改革により、将来世代の負担を過重にすることを避けつつ、制度を持続可能なものとするため、将来の保険料水準を固定し、その範囲内で給付水準を調整する仕組みを導入しました。これにより物価等の上昇率ほどに年金額は上昇しないということとなりますが、現役世代と高齢世代のバランスを確保しつつ、制度の持続可能性を高める仕組みとなっており、平成31年度は年金額がプラス 0.1 の改定となっております。その上で、低所得の高齢者の方への対策についてはすでに年金受給資格期間の25年から10年への短縮や、医療介護の保険料負担軽減を実施したほか、今年の消費税率の引き上げに合わせて、低年金の方への年金生活者支援給付金の創設、介護保険料のさらなる負担軽減を実施するなど、社会保障全体で総合的に講じることとしています。さらに、人生100年時代の到来を見据えながら、元気で意欲あふれる高齢者の皆さんが希望すれば、年齢に関わらず学び、働くことができる環境を整えることが必要です。すでに未来投資会議において、こうした観点から、障害年時代に雇用制度改革に向けた検討を開始しており、この夏までに計画を策定し、実行に移す考えです。高等教育の無償化についてお尋ねがありました。高等教育の無償化については、経済状況が困難な家庭の子どもほど、大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得世帯の学生に対し、確実に授業料等が減免されるよう、大学等を通じた支援を行うとともに、
学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金を支給しようとするものであります。またこれまでも無利子奨学金の対象者の拡大を進めるとともに、経済的理由から奨学金の返還が困難となった方には返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて返還できる制度を導入したりするなど、きめ細やかな救済措置を講じ、高等教育への進学の支援の充実を図ってきたところであります。今後もこうした措置を適切に実施してまいります。消費税率の引き上げと消費への影響についてお尋ねがありました。家計消費について、世帯当たりの消費を捉える家計調査の家計消費支出は世帯人員の減少などから長期的に減少傾向となっております。一方で、一国全体の消費を捉える GDP ベースで見ると、2016年後半以降、増加傾向で推移しており、持ち直しています。消費を取り巻く環境を見ると、生産年齢人口が減少する中でも、雇用が大幅に増加し、国民みんなの稼ぎである、総雇用者所得を名目でも実質でも増加が続くなど、雇用所得環境は着実に改善しており、消費は引き続き持ち直しが続くことが期待されます。その上で、今回の消費税率引き上げにあたっては、前回の 8% の引き上げの際に、階級材を中心に書き込み需要と反動減といった大きな需要変動が生じた経験を踏まえ、いただいた消費税をすべて還元する規模の十二分な対策を講じることで、消費を下支えし、景気の回復軌道を確かなものとしていきます。なお、ご指摘の実質賃金については、前金統計ではアベノミクスによる雇用拡大で女性や高齢者などが新たに雇用された場合は、平均賃金の伸びも抑制され、さらにデフレではないという状況を作り出す中で、物価が上昇すれば一層抑えられるという特徴があることに留意が必要だと考えます。消費税の社会保障目的税化についてお尋ねがありました。国民すべてが人生のさまざまな段階で受益者となりうる社会保障を支える経費は、国民全体が皆で分かち合うべきとの理念のもと、現役世代だけでなく、幅広い世代が負担する消費税を充てるのがふさわしいという考え方に立ち、消費税収については、年金、医療、介護、消費者対策の社会保障4経費に充てることを法律で明確化することで、社会保障目的税化されたところです。このことにより、お預かりした消費税が国民の皆様に年金、医療、介護、さらには少子化対策という形で用いられ、他の経費には使われないということが明確化されることとなり、消費税をご負担いただく国民の皆様のご理解を得ることに寄与してきたものと考えます。その上で、消費税率については、全世代型社会保障の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する安定財源確保のため、法律で定められたとおり、10% に引き上げる予定です。その後について、検討を行っていることはありません。消費税率引き上げと、富裕層と大企業に対する税制の在り方についてお尋ねがありました。消費税は負担が特定の世代に集中せず、税収が景気や人口構成の変化に左右されにくく安定していることから、社会保障にかかる費用を賄うための財源としてふさわしいと考えており、今回の消費税率引き上げは、全世代型社会保障の構築に向けた安定財源を確保するために、どうしても必要なものであります。また、企業に対する税制については、企業が収益力を高め、より積極的に賃上げや設備投資に取り組むよう促す観点から、成長志向の法人税改革に取り組んでまいりましたが、同時に、租税特別措置の縮減、廃止等による課税ベース拡大により財源をしっかり確保しております。また、これまで再分配機能の回復を図るため、所得税の最高税率の引き上げや、金融所得課税の見直し等の施策をすでに講じてきたところであります。今後の税制のあり方については、これまでの改正の効果を見極めるとともに、経済社会の情勢の変化等も踏まえつつ、
検討する必要があるものと考えています。残余の質問としましては、関係大臣から答弁させます。財務大臣麻生太郎。大門議員から研究開発税制、金融所得課税の見直しにつきましての計2問お尋ねがあっております。まず研究開発税制についてのお尋ねですが、委員ご指摘の研究開発税制につきましては、これは大企業を優遇するだけのものではなく、将来の研究、経済成長の礎となります企業の研究開発投資を後押しするものであり、利用件数を見ますと、中小企業も含め幅広く利用されておりますのはご存知のとおりです。平成31年の税制改正におきましては、研究開発投資の増加インセンティブを強化するという観点から、向上率を見直そうか、質の高い研究を後押しする観点から、オープンイノベーション型を拡充するなど、メリハリをつけた見直しを行うことといたしております。金融所得課税の見直しについてのお尋ねがありました。金融所得課税につきましては、平成26年度から上場企業の譲渡益配当等にかかる税率を 10% から 20% に引き上げたところであります。これにより、高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られ、所得再分配機能の回復に一定の効果があったのではないかと考えております。なお、上場企業の譲渡益の配当等の課税方式は一律 20% の分離課税とされておりますが、これにより税制が金融資本に歪みを与えないほか、特定口座制度の下で納税者自身が申告を行わなくても、簡便な仕組みが実現しているところであります。いずれにせよ金融所得課税をはじめ、所得税のあり方につきましては、経済社会の情勢の変化も踏まえつつ、不断に検討を行ってまいりたいと考えております。